日本調競馬による悲願の初制覇へ抜かりなし。外戦門賞、6日イコールパリ・ロンシャン競馬場、芝2400メートルに出走する新エンペラー、オスさん、矢作は2日に最終追い切りを行い、上々の動きを見せた。日本馬が苦渋を舐め続けたロンシャン競馬場への準備も万端で、下見どころか、すでに現地も失踪済みだ。騎乗する堺流星 27.2、現地取材を続ける三島マリ駅記者が独占インタビューを刊行した。新エンペラーは普通アルカナ社のセール出身馬だが、海外遠征は前奏のアイチャンピオン S、3着、が初めて。堺出身が海外だし、そのあたりは全然大丈夫で、いつも通りだった。馬場への対応、堺全然大丈夫、晴れ寄りの曇りで、レパーズタウンの馬場はすごく良かった。 前日歩いたときは湿っていたけど、当日風も結構強くて、日本に近いような馬場だった。高低差は全然問題なかった。ただ、ロンシャンとは全然違う。ロンシャンは何度か騎乗したことがある。堺路盤も違うし、アップダウンも競馬場によって違う。レパーズタウンは下ってスタートで、ちょっと上がってまた下って、四角でガーンと下って、もう一回上がって、直線ずっと上り。 レパーズタウンで構想したからといってヨーロッパが大丈夫ですとは言い切れない。翌日に前哨戦をロンシャンで見てきたけど、馬場が緩いし、時計もかかっていた。雨降ると一気に悪くなる。2年前に惚れ賞、3着、で乗った時は、堺外専門賞の後のレースで、ぐっしゃぐしゃだった。水はけが悪いから水が残る。水が溜まっている土の上を走るみたいな感じ。 だから、一歩一歩客が入っちゃう。日本はすぐ乾くけど、こちらの馬場は、残る。馬の足音が全然違う。具体的に、ぐしゃって感じ、笑い。新エンペラーにとっては、堺大丈夫だと思うけど、そこはやってみないとわからない。洋馬場なら全然大丈夫だと思う。ロンシャン競馬場のコース図を見ながら、ポイントはどこか。堺フォルスストレートって言ってほしいんでしょ 笑い。でも全部がポイントだし全頭がライバル凱旋門賞に乗るのは初めて堺凱旋門賞は日本のホースマンにとっての夢一番勝ちたいレースとして挙げられることが多いし日本人が誰も勝っていない特別なレースだと思う